ノルウェン・ル・ロワこと本名、ノルウェン・ル・マゲルスは、フランスのシンガーソングライター。フランスの北西部ブルターニュ地域圏、フィニステール県にある、サンルナンで、ブルトン人の家庭にて生まれた。父親は、元プロサッカー選手の寺院、リュックレ・マグエレッセである。妹に、ケイがいる。4歳の頃に、父親の仕事の関係で、故郷フィニステール県を離れ、パリ、リール。 ガンガンなどに移り住む。最終的にビシー近郊にて落ち着いた。ビシーにあるコレージュでセレステンズに通った。11歳の時にバイオリンを学ぶ。13歳の時にアートコンテストで優勝した。1998年、15歳の頃に交換留学生としてアメリカ合衆国オハイオ州シンシナティにある高校に留学した。二千二年、フランスのリアリティオーディション番組。 スターアカデミーシーズン2位で優勝2003年においてファーストアルバムノルウェンでメジャーデビューした。アルバムノルウェンはフランス、ベルギーで第1位、スイスで第2位を獲得。ファーストシングルキャスはフランス、ベルギーで第1位、スイスで第4位であった。2005年リリースのアルバムイストワールナチュレルスはフランスで第3位。 ベルギーで第7位を獲得した。2010年12月6日にリリースしたブレットンはフランス、ベルギーで第1位を記録した。近年はブルトン号で歌うことが多くなっている。2008年より元プロテニス選手アルノー・クレマンとパートナー関係にあり、2017年に一子を設けている。ノルウェン・リロイ、ありがとうございます。